皆さんこんにちは、こんばんは、先生と申します。今回はプレバンからこんなものが届きました。機動戦士ガンダムシードディスティニーよりマスターグレード100分の1ブレイズザクファントムレイザーバレル専用機です。ブレイズザクファントムは全てのカラーリングがプレバンのみの販売となっていますが、その中でも白を基調としたこの機体がレイザーバレル専用機ですね。この作品のテーマの被害者であるレイ、そのキャラクターを思いながらすぐにですが作っていきたいと思います。早速箱を開けていきます。さすが MG、 袋がびっしり詰まっています。袋の数もかなりたくさんあります。ですがほとんどが予備パーツなので、そこまで時間がかからないで作れるかなと思います。最近ガンプラの販売が怒涛ですよね。特にマスターグレードのシード系ですかね。それがこれからもどんどん発売されていくので、やっぱりどんどん作っていかないと積みプラになってしまうということで、今回こんな感じで仮組みをしてみました。たまには仮組みでもいいよね。特徴的なランナーだけ並べてみました。まずは A ランナー、色プラですね。レイザーバレルのパーソナルカラーである白やライトパープルやパープルに色分けされています。そしてこのキットにしか付いていないキャトゥス 500mm 無反動砲、リニク、さらにアドバンスと MS ジョイント、ビームトマホークのエフェクトパーツ、そしてホイールシール、水転写式デカールが付属しています。レイザーバレルのパーソナルマークもついてますね。これだけでも価値がありそう。説明書は冊子状になってます。早速作っていきましょうか。ランナーからパーツを切り出していきます。続いて二度切り。素組みなのでこの型バニッパーが役に立ちます。ゲートくずは100均で売っている化粧用のブラシです。結構便利ですよ。組み立てていきます。胸のパーツは全部でこんな感じですね。組み立てている間にざっくりこの機体について解説していきましょうか。ザクウォリアーの上位機、ザクファントムがブレイズウィザードを装備した形態。この作品で登場するザクの名はザフト・アームド・キーパー・オブ・ユニティの略称であり、訳すると鎧に身を固めたザフト統一の守護者。この機体はフェイズシフト装甲を持たないものの、その性能は初期 GAT シリーズを凌駕するほど。そのためこの機体は高性能を発揮する次世代量産機として正式配備されるということになってます。ザクだけどザコではなく、しっかりかっこよく活躍している機体ですよね。そしてパイロットのレイザーバレル。パイロットの中でもエリートパイロットのみが許される白色のパーソナルカラーに塗装したこの機体に登場。一見優秀でコーディネーターと思わせるが、実はナチュラル。そしてムーラフラガの父親のクローンである。しかしクローンの成功体である前作のラスボス、ラウル・クルーゼの二次コピー。ただクローンができるという理由だけで作られてしまった悲しいキャラクターですね。改めてこの作品を見てみると、ナチュラルながらもコーディネーターを凌駕する才能だったり、スーパーコーディネーターであるキラに憎悪を抱くなど、キャラの設定がめちゃくちゃ良くて憎めないキャラクターだと思います。人気もあるしね。そんなこんなで上半身の仮組みが完成しました。ザクとは思わせないマッシブな上半身をしてますね。スラスターも丸いバーニアではなくて四角いバーニア。コックピットを開けると中にはレイが乗っています。
このパーツだけを見ると本当ザクとは思えないですよね。カラーリングも結構かっこいいです。そして今回新規造形された M68 キャトゥス 500mm 無反動砲、対艦専用のバズーカ砲になります。キャトゥスとはラテン語で猫の意味らしいです。シード系のネーミングってかなりおしゃれですよね。ほとんどがラテン語だったりするみたいです。はい、ということで完成しました。すごく単純な作りではないディティールの細かいバズーカ砲ですね。いや、かっこいいですね。すべてのパーツが作り終えたのでこれから組み立てていきたいと思います。足はどっしりとした作りになってますね。高機動型ザクみたいな感じですね。本体が完成。シード特有ディティールが細かいザクですね。続いてブレイブウィザード、はい、完成しました。各部ともにパーツで細かく色分けされています。塗装が必要な箇所もわずかになってます。ザクなのに結構ヒロイックな感じがするカラーリングとスタイルですね。とてもかっこいいです。武器はビーム突撃銃、合わせ目があります。そしてビームトマホーク、そしてキャトゥス無反動砲、各種ハンドパーツも付属しています。このキット特有なのか、かなり余剰パーツが余ってますね。紫色のパーツも余ってるし、ライトパープルのパーツなんかもこんな感じで余ってます。ヘッドパーツもザクウォリア用の角のないパーツがついています。アドバンスト MS ジョイントはこの足の部分のパイプに使われてますね。 RG 特有と思ってたら MG にもあるんですね。バックパックのブレイブウィザードは展開ギミックなどが満載です。このダクトの内部は紫色の設定なので塗装するときは意識したいですね。かなりざっくりの素組みでしたが、最後にポージングしたいと思います。それではどうぞ。